長崎電気軌道1700系電車は、1999年に登場した長崎電気軌道の路面電車車両である。1998年に廃車となった700系2両の台車を流用し、車体部分をアルナ工期で申請した機器更新車で、1999年に2両が製造された。基本構造は1500型に近いものの、 性能上は12 1200K1201 号1300型と同一であり、長崎電気軌道においても本形式は 1300K の設計変更者という位置づけである。車椅子スペースの設置など、設計段階よりバリアフリーに配慮がなされている。車体の基本構造は1997年まで製造された1500型に類似しているが、 押しボタンの増設や車椅子利用を考慮した乗降扉の拡幅、車椅子スペースの追加などバリアフリーに配慮したマイナーチェンジが行われた。このうち車椅子スペースは座席の一部が跳ね上げ式となっている。運転席には長崎電気軌道の路面電車として初めてとなるデッドマン装置を装備する。台車は前日の通り700系の廃車派製品を流用している。 なおこの台車は 1067mm、1372mm、1435mm と3つの期間を経験している。2018年4月現在、2両が在籍する。カラー電車 B タイプとして全面広告車の対象形式となっている。ありがとうございます。